アビニョン TGV 駅内部アビニョン TGV 駅はフランスの都市アビニョンにある LGV 地中海線専用の鉄道駅である。市の中心部からに、3キロメートルほど南に位置する。2001年開業。駅の正方にパリ方面へとニーム方面へのデルタ線上の分岐点がある。アビニョン TGV 駅、南側駅社外間アビニョン TGV 駅、 北側駅舎外観アビニョン TGV 駅の建物は長さ350メートル、高さ14.50メートルである。船体の形状を採用した吹き抜け構造の2階建てで1階には、券売機、売店等があり、2階部分がプラットフォーム及び待合スペースとなっている。なお、船体形状の駅舎の南側外観は主にコンクリートで構成されている。 ホームよりの北側はガラスで構成されている。なお北側アビニオン市街地側駅舎は、外観は、スクエア構造のガラスで構成されて2階構造である。駅配線は2面4線である。主に、パリのリヨン駅と、マルセイユやニース間の TGV が停車する。このほか北方向では、リヨン、リールなどへ向かう TGV があり、また、マルセイユとトゥールーズを結ぶ TGV も停車する。 ありがとうございます。